コルデルに吊るして販売されている小冊子の様子、ジョゼ・パ・シェコチョ・コルデル作品、ランピオン、地獄に到着の表紙。クレジット、カーザ・デルイ・バルボーザ財団のデジタルコレクション、コルデル・プロジェクト、陰文による民衆文学。ブラジルのコルデル文学、または単にコルデル、は、大衆文学ジャンルの一つで、小冊子の形で印刷され、その文章はしばしば陰を踏んで書かれる。 コルデルは幻想的物語から政治問題まで扱うテーマも多岐にわたり、コルデリストと呼ばれる作者はその四句をギターの伴奏に合わせて映唱する。ジャンルの起源は交渉文学の印刷が普及したルネッサンスにまで遡り、ブラジルでは大衆文学の一つとして今日まで続いている。細紐を意味するコルデルという名称の由来は作品の小冊子を、 より糸や細紐に吊るして展示していたポルトガルでの伝統的な販売方法にある。ブラジル北東部では、その名称は受け継がれたものの、小冊子は必ずしも紐に吊るして展示されるわけではない。多くのコルデルには、挿絵や表紙に基版画が使われ、その芸術の形は文章に対する伝統的な保管物となっている。国立民族、民衆文化、センター。 カーザ・デル・イ・バルボーザ財団、ジョア・キン・ナ・ブッコ財団、ブラジル・コレデル文学アカデミーその他の機関では、コレデル作品がデジタル化され、オンライン閲覧できるようになっている。2018年9月、国立歴史美術遺産委員は、コレデル文学を、ブラジルの無形文化遺産に認定した。ありがとうございます。